はい、こんにちは。今回ですね、中国 DX 最前線の音声版として、番組を立ち上げてみました。司会進行していきます、NCB ラボの石黒と申します。よろしくお願いします。中国 DX 最前線、今までも、いくつかテーマとして取り上げましたけども、今回ずっとですね、 ISID 上海さんの協力のもと、デジタル先進国である中国における、活用事例をですね、テーマにいろいろ紹介していただきました。今回はですね、この音声版という初めての試みで、いつも協力いただいている ISID 上海のワンさんと共にお送りしたいと思います。ワンさん、よろしくお願いします。 ISID 上海のワンチェンと申します。よろしくお願いいたします。はい、ワンさんは今 ISID でどのようなお仕事をされているのか、まず教えていただけますか。はい、ISID 上海では3年前から中国ビジネス発掘部という新しい部署を立ち上げて、で今私はこの部署で諸々を、例えば中国の最新動向の情報収集とか、でそれらを踏まえて自社の新規ビジネスの展開発掘ということに取り組んでいます。なるほど。じゃあ、そう、やっぱり自社のビジネスという意味では、ISID さん自身が、IT の会社でもあるので、やっぱりデジタルというところが一番大きなキーワードになってくるんですかね。そうですね、いわゆるデジタルとかテクノロジーとか、そういう領域に一番注目していますが、それだけではなくて、新しいことには全て興味を持っていろいろ見ている感じです。なるほど。じゃあこれからもいろいろと情報を共有していただければと思います。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今回ですね、その中国 DX 最前線というのは、毎回非常にボリュームのある内容なので、ここで何が一番重要なのかっていうか、何を一番言いたいのかっていうことを伝える場としてですね、それを補足するような意味合いでこの音声版っていうのを立ち上げてみました。今回はですね、まず先日公開した、新商品をテーマにですね、取り上げていきたいと思います。今回その新商品については4回にわたり、お送りいたしました。それではまず1番目、新たなステージに入った新商品から見ていきましょう。第1回目のこの新商品について、新商品ってどんなもんなんか、なかなか日本では馴染みのなかった言葉でもあるので、その定義であったりとか、どのような背景で誕生したかなどを会では紹介いたしました。中国の国務院ですね、日本の内閣にあたる政府がですね、マクロレベルのステートメントとして、新消費という言葉を用いていました。でこれが2015年だったと思いますけども、2015年のステートメントでそのような記載がありました。定義としてはですね、中国の消費っていうのは伸びている、インターネットとか、EC サイトということも含めてですね、伸びているということではあるんですけども、さらなる進化するためにはアップデートしなければいけないという、そういった課題感もあったと。そのためには伝統的な消費というものは高度化して、さらに新たな消費、新消費というキーワードを立ち上げる必要があるということもそこには書かれていました。ステートメントではですね、明確な記載はなかったんですけども、私自身考えるのは、やはりここにはメイドインチャイナという、要は国産企業を、どんどんこう成長させるという、そういった中国政府の思惑もあったんではないかなというふうには思いますけども、このあたりも含めて、実際にどういった内容だったのかっていうのを、もう少し見てみましょう。で新商品はですね、まずこの回で注目したところでいくと、いろんな定義とか先ほどご紹介した通りなんですけども、新商品の特徴として挙げた4つのポイント、ここがですね、私にとっては非常に重要なポイントかなと思っております。ここで挙げている消費のターゲットですね、どういったターゲティングをして、どういった消費のシーンで活用してもらうか、さらにはチャンネルですね、どういったチャンネルを通してそれを提供するのか、そしてそれを活用するための手法としてマーケティングをどうあるべきなのかというところをですね、やはりこの新商品ブランドを立ち上げるための特徴として挙げています。
ここでですね、まあ、記事の中にも記載しましたけども、中国でもですね Z 世代、まあ、いわゆる1995年から2009年生まれの年齢でいうと18から28歳ぐらいがターゲットということでですね、この Z 世代が非常に大きな方になっていくんではないかなということで、書いております。まあ、まさにこの新消費を盛り上げていくっていうのはこの Z 世代ということだとは思うんですけども、まあ、このあたりの動き、ワンさん何か、補足することございますかね。はい、まあ、ご存知かと思いますが、中国の新消費ブランドのほとんどは今 Z 世代を顧客ターゲットとしています。この Z 世代というのは多分今までのどの世代よりも消費意欲が高くて、でかつそこそこの消費力もあるんですね。でしかもこの Z 世代というのはインターネットに伴って成長してきた世代なので、まあ、いわゆるオンラインの世界というかバーチャルの世界に慣れてきている世代で、まあ、さまざまな新しい消費シーンとか消費チャンネルとかマーケティング手法にすぐになれるあの対象なので、この新消費ブランドにはぴったり合うし、であと、まあ、近年の中国の発展、まあ、例えばコロナ対策とかも含めて こういう発展があってですね、あのこの Z 世代が今までの世代よりも中国という、まあ、自分の国の自信というか自負というのがついているので、まあ、メイドインチャイナ、いわゆる国産ブランドをより好むという傾向になっています。なので、まあ、国の政策にもぴったり合うし、まあ、新商品のトレンドをこのまま進めてきたというふうに認識しています、ね、なるほど。そうするとやはりその Z 世代が盛り上がる、まあ、Z 世代がいろいろなデジタルを使ってですね、メイドインチャイナを盛り上げるというところがまさにその中国政府の考え方と合致しているというふうに取ってればいいようですね。はい、はい、そうですね。ただなんとなくその今までの中国のイメージというと、まあ、トップダウンでこう中国政府がこれをやりなさいって言ってみんながそれに従うっていうようなイメージがすごい強いんですけども、そうではなくて、はい、Z 世代がこう自分たちの中国を作り上げるんだっていう、そういうなんか思いみたいのがここには現れてるって考えてもいいんですかね。そうですね、まあ、トップダウンもなくはないんですが、新商品に関してはそこまで強くトップダウンで何かやらなくても、まあ、自然と起こってるじゃないかなと思います。なるほど、まあ、そういった目で、まあ、なんか新商品のこうブランドを見ていくととても面白いですし、まあ、逆に言うとその日本でもそのボトムアップっていうふうに考えると我々でもこういろいろと参考になるところっていうのはあるのかなっていうふうには思いました。はい、では次にですね、じゃあ具体的に、どういったブランドがあるのかっていうのを第2回目第3回目ではご紹介しています。で1つ目がですねパーフェクトダイアリーという、これはあのコスメブランドになります。最近あの日本でもですね、まあ、余談なんですけども、最近あの日本の Z 世代でもそのチャイボーグメイクっていうですね言葉が流行ってまして、これいわゆる中国のおそらくこのパーフェクトダイアリーを代表する、まあ、コスメブランドを含めて中国の化粧品を使ってチャイニーズとサイボーグですね、ちょっとロボット的なそういうメイクが流行ってるというのを最近ちょっと Z 世代の人から聞いたことあるんですけども、うん、ワンさんこのチャイボーグメイクって聞いたことありますか？あ、ないですね。初めて聞きました。はい、もしかすると日本だけで流行ってるのかもしれないんですけども、ただあの確かにあの検索するとですね、あの資生堂とかですね大手のメーカーがですねそういうのをこういろいろと推奨してるような、はい、そういうコンテンツもあったりとかですね、まあ、そういった意味でこういったパーフェクトダイアリーも一役買ってるんではないかなっていうふうには思います。パーフェクトダイアリー自身は2015年創業して、です2020年にはですね早くもニューヨークの証券取引所に上場というすごいスピード感ですね。で、まあ、これはこの会社の特徴でもあります。他にもですね、今回6つほど取り組みを紹介しましたので次のページに行ってみます。でこちらがその6つの取り組みなんですけども、まずそのスピード感っていうキーワードでいくと、こちら最初のその1のスピード重視の製品開発とブランド進化ということで、まあ、こちらはですね、まあ、製品のサイクルっていうのが、他社に比べて非常に早いっていうところであったりとか、あるいはその
企業買収もですね、フランスであったりイギリスのメーカーですね、基礎化粧品メーカーを買収するなど、ブランド浸透っていうのにいち早くこう力を入れてるというところが非常にまず最初の取り組みとして挙げましたと。で、2番目としては徹底したデータ活用ですね。まあ、これはソーシャルメディア上であったり個別インタビューなどの消費者の声を含めて、販売データとかあらゆるビッグデータをですね取り込んで、でそれをバックオフィスで専門家がですね分析して、次の戦略につなげているというような取り組みです。で、3つ目の OEM、ODM 工場の効果的な活用というのは、まあ、こちらはですね、OEM とか ODM、まあ、他社と協業して、しかも品質のいいものをいち早く作り上げていくというような、まあ、動きです。で、4番目、まあ、ここも面白いんですけども、ハイブリッド型のデジタルマーケティング。まあ、その2のデータ活用のところにもつながるんですけども、パブリックとプライベートのマーケティングを融合して、まあ、一気通貫で販売促進をしているところが非常にユニークなところかなと思います。で、その後、オフラインチャンネルの戦略。とはいえ、そのネット空間だけではなくて、化粧品ですから、やはりリアルの場でそのビューティーアドバイザーがいろいろとアドバイスをするというような場も旗艦店を含めてですね、続々立ち上げているというようなことを紹介しました。で、その6が、まあ、研究開発の強化ということで、まあ、研究開発の強化だけであれば非常に当たり前なんですけども、やはりその OEM とか ODM メーカーであったりとか協業先、病院、大学といったいろいろな、まあ、関係者を取り込みながら一緒になって協力しながら研究していくというところが、ちょっと一味違った研究開発かなと思っています。私自身はこの6つを見てですね、やはりデジタルだからこそできるこのスピード感というのを感じました。ワンさんの方ではこの6つの取り組みで何が重要かというのはありますか？はい、まあ、パーフェクトダイアリーというのは中国の代表的な国産コスメブランドとして中国内でもかなり高い評価とかっていうか、まあ、いろいろ評価されてはいます。で、3つの取り組みでいうと、まあ、どちらも重要なんですが、その中で、まあ、特にこのハイブリッド型デジタルマーケティングはかなりパーフェクトダイアリーの、まあ、独創的というか、当時ではかなり開拓的な革新的な施策だったと思います。特にレッドをベースにしたその KOL、KOC によるシーディング活動、その宣伝活動とか、そういうのがパーフェクトダイアリーが初めて打ち出した施策というふうにみんなが見ています。で、しかも当初レッドはまだ そんなにポピュラーなプラットフォーム、コンテンツプラットフォームなんですけど、まだそんなにポピュラーではなかったですが、パーフェクトダイアリーはそれをうまく利用してレッドとお互いに成就させたというのは、よく中国市場でも言い伝えられている、まあ、面白いストーリーというかというふうに言われています。あと3つ目 の, OEM、ODM 工場の効率的な活用、これに関しても、まあ、例えばロレアルとかエスティローダーとか、そういったグローバルで有名なブランドが使っている工場を利用して生産していますと。なので、まあ、国産ブランドとして安い一方に、実はグローバルのブランドにも負けない品質を出しているというのをアピールして、まあ、いわゆるコストパフォーマンスが高い製品を作り出して、で特に収入がそれほど高くない、例えば若い OL とか、あるいはお金をあまり持っていない大学生とかにも結構まあ、買えるレベル の, 化粧品を作られましたので、まあ、そこも結構市場に受け入れられる、まあ、いい、なんて言いますか、ポジショニングを作れたのではないかと思います。ありがとうございます。まあ、ハイブリッドのデジタルマーケティングでいくと、そのやはりアリババであったり、例えば WeChat であるテンセントといった大きなガリバーではなく、レッドといって、まあ、新興企業と組んだというところが、まあ、これ中国人にもやっぱりの人たちにも受けたということなんですかね。そうですね、まあ、アリババのキーモールとかを活用して販売するというのは、もともと他のブランドもやっていましたし、ただレッドを使ってシーリングするというのは、まあ、ほぼこのパーフェクトダイアリーが初めてやりだしたことですね。今だとほとんどの新商品ブランドがすでに同じようなことはできるようになってるんですけど、当初は本当に革新的なことでした。なるほど、よくわかりました。で、その3についても、そのハイクオリティなブランドと
の製造過程っていうのを熟知した OEM、はい、ODM 工場がパーフェクトダイアリーの製品を作ったということで、まあ、品質向上にも非常に役立ってるっていうことですよね。はい、そうですね。なんとなくその安かろう悪かろうではなく、安いけども品質がいいところで、中国人にとっては非常にあの嬉しいというか、はい、ありがたい、そんな驚きのブランドだっていうことですね。はいはいはい、特に Z 世代なのでターゲットはやっぱりあまり高いものだとあの売りにくいこともあるでしょうし。なるほどなるほど、はい、分かりました。じゃあ次にご紹介したのが、まあ、飲料業界を破壊した新商品ブランドということで、まあ、元気心理というブランドになります。でこちらもですね、パーフェクトダイアリー同様ですね、2016年創業して、まだあの株式は上場はしてないんですけども、まあ、資金調達はこの5年間で4回で約5億ドルを調達していると、まあ、非常に資金調達についてはあの活発にやっているという特徴があります。マーケットでの評価額もですね、60億ドルと非常に高い評価を得ているということになります。こちらはですね、具体的な取り組みとして9つ紹介しております。でまずその1として、まあ、製品戦略として地理的アービトラージというようなところで、まあ、なかなか聞き慣れない言葉ではあったんですけども、まあ、こちら平たく言うと、まあ先んじて、まあ、いろいろとやってるものについて参考にして戦略を立てると、まあ、消費先進国である欧米ですね、あるいは日本などを参考にして、まあ、戦略を立てたというところで、あの背景にはやはり飲料業界っていうのはずっとですね、まあ、コカ・コーラだったりペプシだったり、いわゆる国際ブランドですね、国際ブランドがとか、あるいは国産のブランドですね、こちらが長く硬直化した状態を保ってたといったところに元気森林が一石を投じたというような流れです。その2は、まあ顧客第一の製品開発ということで、こちらはパーフェクトダイアリー同様ですね、まあ、顧客のニーズをうまく取り込んだといった流れかなと思います。でその3もですね、これもその2と、まあ、延長線上にある話ではあると思うんですけども、新製品をですね散らすにあたって、まあ、数多くのテストを繰り返してですね、でそれで市場に送り込んでるというところが非常に特徴的かなと思います。で4番目、自社工場への転換ということで、こちらはですねパーフェクトダイアリーとは全く逆の考え方で、まあ、当初は OEM、ODM の工場に委託していたんですけども、まあ、委託することによっていろいろなその障壁ですね、例えば生産量を自らコントロールできないとか、そういった考えから、まあ、こちらはですね逆に2022年からですね自社工場へ舵を切ったという話をしており、でその後中国発日系ブランド、これがまあ非常にこのブランドの特徴的な動きかなと思うんですけども、あのその1で、まあ、地理的アビトラージで、まあ、先進国に倣っていろいろとブランドを作っていたんですけども、そこを日本ブランドというのを前面に出しすぎたことによって中国の人たちから、まあ、叩かれてしまって、でそこで、まあ、方向転換をしているというところが特徴的な動きかなと。でその6、こちら縦横無尽のマーケティング戦術ということで、まあ、こちらもパーフェクトダイアリーと類似した戦略かなと思いますけども、ネットについてもリアル、まあ、例えば看板についてもですね非常に露出して元気森林というブランドを浸透させていったという動きがあります。でその7、まあ、WeChat エコシステムの活用例ということで、まあ、こちらもですねあの WeChat を同じく使ってたパーフェクトダイアリーと、まあ、類似した動きかなと思います。でその8、コンビニの有効活用、まあ、こちらはですね、まあ、パーフェクトダイアリーのような旗艦店自らのお店ではなくてコンビニとの協業ですね、まあ、ここはまあ製品の特徴という観点から言うと、まあ、非常に、まあ、コンビニというのが、まあ、中国のコンビニというのが非常に有効なチャンネルということになるのではないかなと。でその9、とはいえですね他社をしのぐ高いオンライン比率ということで彼らの強みではないかな、要はデジタルをフルに活用した元気森林の強みではないかなというふうに紹介しております。9つと非常に多くの取り組みなんですけども、ここあたりはワンさんは元気森林の特徴的なところでいうとどういった取り組みが注目していますか？はい、
業界でよく評価されているのは、例えば3つ目のデータを駆使した新製品テストとか、いわゆるインターネット業界のやり方を伝統的な飲料業界に取り込んだということが元気森林の大きな特徴であるというふうに言われています。それによって、元気森林の創始者トーさんという方なんですけど、この方が飲料業界のディスラプターというふうに呼ばれています。ただそれだけじゃなくて、例えばそうですね、データを駆使した戦術とか、あるいはデジタルマーケティングとか、そういうものだけじゃなくて、飲料業界の原点に立ち戻って、本来飲料業界として当たり前のことで、例えば顧客第一の製品開発とか、あるいはコンビニの有効活用とか、飲料業界には向いている当たり前の施策なんですけど、今まで伝統的な会社はそれをうまくできていなかったということがあったりして、それを元気森林がちゃんとやれたというのも大きかったと思います。はい、日系企業の観点から言うと、地理的アービトラージというのはやっぱり面白いかと思っていて、要は先進国の先進的なコンセプトを発展途上国でもう一回やるということなんですけど、いわばそんなに深い理論、奥深い理論ではないんですが、それをちゃんと実行して大成功を収めたのが元気森林だと思います。なので、日本の企業にとってはこれは結構面白い示唆というか、面白いヒントになるんではないかと思いました。なんとなくあれですね、その木を照らった戦略ではなくて、本当に基本に忠実に、ただ基本に忠実なんだけど、もう破壊していくという、その面白さみたいなのすごいこの元気森林に感じましたね。はい、その日系ブランドの話なんかも、なんとなくやっぱり日本を真似てるんじゃないかっていうような、そういう、そうなんですよ、簡単に言えばそうなんですけど、それをうまくできています。でもただそのやっぱりなんですかね、健康食品っていうか、健康志向っていうのは中国の人にも、当然あるっていうことで、そこをうまく取り込んだっていうのがこの企業の面白いところというか、特徴的なところのような感じはするんですけども、はい、その潮流というか、特に若い人たちのこのニーズに、うまく合致したっていうのもあります。ありがとうございます。で、最後4回目ということで、今度は2社紹介しまして、新商品っていうのがこれからどうなっていくのかっていうところをまとめた会議になります。事例に続いてですね、ここは現在地と今後についてということで、考えていければと思います。で、ここはちょっとワンさんと軽くディスカッションというかフリートークしてみたいんですけども、2021年の上期というのは、新商品の投資件数というのがこの回でも紹介しましたけど、約前年比の 1.4 倍、200件から280件ということで伸びている。ただこの後少し停滞しているというのも事実ではあります。であと今回紹介したそのパーフェクトダイアリー、あるいは元気森林、2社ともですね、まだ、売上は伸びているんですけども、まだ赤字経営であるということで課題はありますと、はい、我々としてはじゃあ新商品って一旦こう打ち上げて、大体5年6年ぐらい経ってはいるんですけども、このまましぼんでしまうのか、それとも今はまだ成長中で、これからまた伸びていくんではないかというところなのかというところはどうですかね。そうですね、2020年21年はこの2年間は特に新商品が盛り上がっている時期 で、特に去年の半ばぐらい、7月8月あたりは、ピークを、投資業界ではですね、新商品の投資はピークを迎えているというふうに皆さんが認識しています。でその後確かに件数とかは減ってきてはいるんですが、大きな理由で言うと、当時の多くの新商品ブランドのバリエーション評価額が極端に高くなっていたんですね。その投資家たちとか投資会社が手を出せないほど高くなってしまって、でかつほとんどの新商品企業が、みんなZ 世代をターゲットにしていますとかいったような商品コンセプトを出して、でそれほど収益のめどが立っていない中で、多分その目利きっていうのも大変難しいじゃないかなと推察しています。それを受けて去年の後半は若干その新商品投資のスピードが下がってきたんですけど、でもいろんな投資家たちとか VC の方とも情報交換している中なんですけど、彼らの話を聞くと、別に諦めてるわけではなくて、今後も引き続き新商品ブランドは注目領域ではあるというふうにおっしゃっています。それは
どういったところが注目っていうのはあるんですかね。はい、そうですね、まあZ 世代 の、 その消費意欲とか消費力というのは引き続きありますし、消費財業界ではまだたくさんのチャンスがあるというふうにみんなが認識しています。であと、まあ、今停滞している要因でいうと、やっぱり競争が激しいというか同質化が結構激しいですね。みんな同じターゲットに同じコンセプトを語っているので、そこで勝ち残っていくためには多分何か差別化ポイント、自社特有の差別化ポイントを作っていかないといけないのかなと思いますね。ユニークなポジションとか、あるいは、まあ、自社しかできない、まあ、独特なアピールポイントとか、そういうのを持っていかないとなかなか勝ち残っていくには難しいじゃないかなと思いますね。そうすると、まあ、成功するためにはやはりその差別化っていうのが一つのキーワードになってくるということですかね。はい、はい、そうですね、まあ、それが製品力 という人たちもいるんですけど、まあ、でも消費財でいうと製品、いい製品を作るというのは当たり前のことなので、それだけじゃなくて、はい、もっとユニークなブランド力とか、まあ、ポジショニングとかアピールポイントを作らないといけないのかなと思います。あともう一点思うのは、今までの新消費ブランド、結構パーフェクトダイアリーとかを真似してデジタルマーケティング、あるいはオンラインチャンネルとか、まあ、トラフィック運営にかなり力を入れてきたんですね。でもそういうのはあくまでもツールであって、もっと根本的な消費財としての原点に立ち戻って、何がいいのかというのを多分それぞれ考えて実行していかないといけないのかなと思います。なるほど。確かにその戦術に長けてても、その大の本当のやっぱりその製品の質というか、そうですね、この辺を高めていかないと、はい、まあ、すぐに多分消費者とかも見透かされてしまうというところもあるんですよね。はい、そうですね。我々もですね、ワンさんたちからのレポートを読み解いていって、まあ、確かに製品力とブランド力っていう意味では、まあ、ここは、まあ、ワンさんが先ほど言われたように、まあ、当たり前の話ではあるんですけども、やはりその製品力とかブランド力を高めるためには、やっぱりその消費者との信頼関係っていうのがないとなかなかつながらないかなっていうのがあると思うんですね。まあ、日本だと例えばその信頼関係といえば、こういろいろとワンツーワンの対話だったりとか、消費者に対してのフォローだったりとか、そういうのが非常に力を入れてたり、カスタマーサービスを力を入れるっていうのが非常に言われるんですけども、例えば中国の場合って、その今回の事例もそうなんですけども、いろんな意味でその WeChat を使って、例えばビューティーアドバイスをするとか、なんですか、デジタルを使って比較的こうワントゥーワンを実現してるっていうところが、すごいやっぱり日本にはない部分かなっていうふうには思うんですけども。そうですね、まあ、例えばライブコマースとか最近非常に流行ってるんですけど、人気のある KOL や KOC を利用して、まあ、急に人気を上昇させる、急に爆売りするということが結構起こったりするというのは、まあ、日本と違うところかなと思います。ただ長続きする、行くには、まあ、急に何かのきっかけとか何かの運で一回の盛り上がりができても、長続きしていくためにはやっぱりそれなりの製品力とか差別化ポイントが必要かと思いますね。そうですね、だからなんとなくその打ち上げ花火的にボンボン打ち上げて、はい、終わりだと、当然ながらそのブランドっていうのは、はい、寿命っていうのは短くなってしまうですね、はい、だそこは本当に、まあ、世界共通というか、対顧客マーケティングという意味では世界共通な取り組みではないかなと思います。まあ、もう一つやはり私自身が思うのは、この新商品にとってですね、やっぱりこのデジタルを前面に出して消費を促すというか、消費を盛り上げていくっていう動きっていうのは、例えば欧米であったり日本も、まあ、今はそういうふうにやってますけども、後追いでデジタルを付け足しているような感じはするんですけども、中国の場合はもう最初からデジタルという基盤があって、そこの上に乗っかっていろいろやってるっていうような、まあ、そういったこう動きの違いがあるんではないかなと。やはりデジタルを使ってどういった施策、どういった取り組みをするのかっていうのが、まあ、こういろいろと期待できるところではないかなと思います。はい、そうですね。
今日はですね、まあ、最初の企画ということで約30分にわたってですね、新商品のブランドの記事について、まあ、フォローということでですね、ワンさんと、私の方で解説をしてまいりました。今後ともですね、中国のデジタルの最前線の取り組みというのは、まあ、ISID 上海さんの協力のもと、まあ、いろいろとご紹介できればなと思います。ワンさん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。